はいどうも、仲良しますみブログで動画でございます。よろしくお願いいたします。まあ、今回はねもう簡単に撮ってアップロードできるということで、仲良しますみちょっとねなんかちょっとブログでちょっと簡単な動画を上げてブログにしたいなと思いまして、こちらやらせていただいておりまして、まあ、今回は、まあ、ちょっと仲良しちょっとイベントになんかねちょっとね出れたらいいなと思ったら、なんと5月31日、6月の1日、6月の13、6月の24、6月の28日と、なんとイベント5つも入ってしまって、本当にありがとうございます。まあ、ちょっとね私の整理がつかなくなってきてしまいまして、ちょっと整理がてらちょっとブログをねちょっと動画を撮ろうかなと思いまして、では、まあ、時系列を順々に追っていっていこうと思います。では、5月31日、北堀江ゴルディより、宇宙施設コスモステーション総合支配人ザチム、犯人はこの中にいる、番外編アニソンボカロ特撮歌合戦ということで、まあ、こちら、まあ、イベントでございますけれど、5月31日の土曜日、会場15時、開演15時15分になりまして、会場はゴルディ、北堀江、でございます。まあ、こちら私また出演なんですけれど、今回、多分これトークよりクイズとかいろいろあるみたいでございまして、まあ、中井ちょっと、まあ、なんだろう、ライブはありましたけれど、こうトークバッチシっていうのはちょっと初めてなんで、まあ、仲良しますみのこう、なんだろう、滑ってるのか滑ってないのかわからない滑り芸を頑張ってやって、こう200回くらい滑っていけたらなと思うんですけれど、なんとか滑らないで頑張っていきますんで、もしよかったらよろしくお願いいたします。次なんですけど、6月の1日、こちらなんですけれど、こちらも豪華ゲストでございます。豪華出演者、レディービアードという、まあ、外人さんのね、女装した外人さんなんですけど、こちらの方が大阪に写真集発売記念イベントということで、ビレッジヴァンガードでハグ会の後に、ロフトプラスワンウエストでトークイベントとなっておりまして、第1部、第2部、私、投資で男の子アイドル、まあ、女装アイドル、仲良しますね、出演でございまして、まあ、このレディービアードさんをこう、盛り上げて、生やしたてで、ワッシュライしていく、お手伝いをさせていただきます。でもこれ今回ねこれゲストがね豪華なんですよ。ゲストの方が、セーラー小路さんに加え、バグって花井さん、土井豊さんともなんかあと豪華キャストということになっておりまして、仲良しますねこの中に紛れることになりまして、まあ、ちょっと頑張っていこうかなと思います。まあ、ぜひぜひあのロフトプラスワンウエストもビレッジヴァンガードアメ村店も非常によろしいこうして、まあ、なんか本ビレバンはすごいいいお店だし、ロフトプラスワンはすごい最近できたんですけれど、すごい斬新だなって今昔からあるんですけれど、斬新なイベント会場でございますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。次、ドキ女装だらけのカラオケオフ会、お願いだからポロリはやめてくださいという、まあ、こちらなんですけど、まあ、ざっくばらんに言うと、まあ、カラオケオフ会でございまして、カラオケボックスとは一味も二味も違う本格的なライブハウスで少し贅沢なカラオケオフ会、華やかなステージ、スポットライトを浴びて歌う極上の歌唱体験ということがございまして、まあ、歌うのが苦手な方でも大丈夫でございます。まあ、観覧だけの参加も大歓迎で、まあ、こちら、まあ、今回はこれ女装さんのイベントなんで、まあ、お着替えもできます。で、さらに女装さんとかをね、ニューハウスさんとかにね、興味がある方もぜひぜひご覧くださいと、まあ、ね、会場にね、遊びに来てください。で、私、まあ、ちょっとね、前回はお客さんでしたけれど、なんとレベルアップして、なんと出演する形でミニライブやりますので、ぜひよろしくお願いします。こちら2014年6月13日の金曜日、オープン5時スタート6時の終わりの11時でございます。場所はアインスノイン日本橋ですね、あのデンデンタウンの方でありますので、ぜひよろしくお願いします。6月の24日、大阪西九条ブランニュー、アニソンの時間ですよ。でございまして、日程が、6月の24日火曜日です。オープン17時半、スタート6時、大阪西九条ブランニューでございますけど、まあ、今回テーマはいつものイベントですけれど、まあ、今回は私ちょっとね、ちょっと間がライブ、間間隔空いたので、ちょっといろんな要素をね、ふんだんに盛り込みつつ、ちょっと頑張ってね、表現を
ちょっとしていきたいなと思っておりますので、火曜日ですけれど、ぜひぜひ仲良しますみを見においでくださいませ。こちらよろしくお願いいたします。で、最後に、6月28日、ウルトラエクセレントイン、みそのということで、まあ、みそのは変わらないんですけれど、まあ、今回もこれもいつも通りの女装イベントでございますけれど、なんと今回多分、私、カンカラで、おばんざい山岡と被せていくかもしれないので、ウルトラエクセレントが始まる、まあ、9時か8時頃までに、その前にカンカラに行って、カンカラでご飯を食べてからウルトラエクセレントに参加するというのは提案としていかがでございましょうか。まあね、ご飯を食べれる、さらにそしてこちらのウルトラエクセレントも楽しむと、なんといい感じにね、できたらなと思っております。まあ、ウルトラエクセレントも出演予定でございます。以上ですね。5月31日、6月1日、6月13日、6月24日、6月28日。あ、でもね、これ、あ、そう、あの、料金言うの忘れた。5月31日、北堀江ゴルディの方なんですけれど、こちらは一般3000円、ドリンクキャッシュオン。6月1日、レディービアードの、トークイベントは、前売り2000、当日2300円になります。オープン6時半のスタート、19時半で、次。なんですけど、次は、6月13日の、カラオケオフ会は会費2000円になります。で、6月24、アニソン大好きの方は前売り2000円、当日2500円でございます。前売り券は仲良しが持ってますので、ぜひぜひ、お求めくださいませ。で、最後の6月28日、ウルトラエクセレントの方は確か1500円プラスワンドリンクだったと思います。以上でございますけれど、もしよかったらではなく、仲良し頑張ってまいりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではでは、仲良しますみの、動画でブログで動画でございました。ありがとうございました。